い、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、私すごいファッションが大好きでいろんなコーデを組んだりとかするんですけど、大体のファッションに必ずと言っていいほど小物を付け足すんですよ。小物がめちゃくちゃ好きで、すごくたくさんいろいろ集めちゃうんですね。やっぱり小物ってちょっとしたポイントではあるんですけど、あるのとないのでは全く印象が変わってきたりとか、小物を付け足すだけで一気におしゃれに見えたりとかっていうのがあるので、今日はそんな私のお気に入りの小物、おしゃ見えする小物をたくさん紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんこういう小物挑戦してみようかなみたいな感じで見ていただけたら嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず1個目の小物がですね、じゃじゃーん、こちらの帽子たちでございます。まあ、帽子は小物って言ったら結構定番なアイテムだと思うんですけど、その中でも私が好きな帽子の形っていうのが3つぐらいあって、まず1個目が定番のこのキャップですね。キャップの中でも私はこのベースボールキャップっていうのかな、ちょっとカーブがかったようなキャップが好きです。定番にこのね、ブラックのやつもすごい可愛いし、これもちょっとね、最近買ったやつで気に入ってるんですけど、スパンコールがついてたりとかツートーンになってたりとかで、ね、結構インパクトの出るキャップだったりします。これも最近購入したやつなんですけど、なんかね、これ多分ゴルフキャップなのかな、すごいデザインが可愛かったので買いました。最近私髪の毛をピンクにしたので、ここのピンクの部分がマッチして可愛いかなと思って、ちょっともう色落ちしてきちゃったんですけど、こういうキャップはですね、本当にどんなファッションでも合わせやすくって、私はいろんなテイストをミックスして作るスタイルが好きなので、かっちりしたジャケットスタイルにかぶったりとか、可愛らしいワンピースとかの時にもかぶったりすると外しアイテムとして使えるので、そういった感じでかぶるのがとても好きです。次2つ目がこちらです。このハンチング帽なんですけど、最近ハンチング帽は結構注目されていると思います。ハンチングっていうとちょっとおじさまっぽい感じのイメージがあると思うんですけど、逆にそれが可愛いっていうので、最近は結構女の子でも被ってる方多いと思います。ハンチングは私はデニムとかカジュアルっぽい感じのスタイルに合わせたりとか、レザーとかかっこいい感じのスタイルに合わせたりとかして、思いっきりメンズライクな感じで被るのが好きです。でラスト3つ目の形がこちらのニット帽でございます。でニット帽の中でも最近はボリュームがあるような感じではなく、コンパクトめなサイズ感のものが最近の気分かなという気がします。ちょっと髪の毛が、ちょっと今髪の毛ないのであれですけど、深めにかぶって耳もちょっと隠したりとかしてかぶるのが結構最近の気分ではあるかな。なんかちょっと今日コーデに寂しさが感じるなっていう時とか、ベビーにかぶったりとかするとおしゃれに見えたりとか、まあ、やっぱアクセントになったりとかストリート感が出るので、そういった面ではおしゃれする小物かなと思いまして、こちらのビーニーもチョイスいたしました。はい、では続いて2つ目がですね、今こちらつけておりますスマホカバーなんですけれども、多分スマホカバーって聞いて、それって小物なんみたいな、どうやっておしゃれさせんのって思った方いると思うんですけど、今私がつけてるこういった紐のついてるタイプのスマホケースもすごく立派な小物になると思ってて、今日みたいにちょっとシンプルなトップスの時ってなんかちょっと寂しいなって感じることないですか？私たまにあって、バッグとかでポイントを入れたりとかもするんですけど、本当にその感覚、ミニバッグみたいな感じの感覚でスマホをこう斜め掛けしたりとかしてアクセントにするのも結構ね、雰囲気変わって見えたりするんですよね。私が今これ使ってるのケースティファイのやつなんですけど、前にもね、私ケースティファイ何度か紹介したことあって、本当にずっと使ってるんですよ。めちゃくちゃ愛用してて、前から前にも紹介した通り、ロサンゼルス発のライフスタイルブランドなんですけど、スマホケースだけじゃなくてもいろんなアイテムがあったりとか、有名なセレブの方とかも使ってる方多いと思います。皆さんの中にも使ってる方たくさんいると思うんですけど、結構 iPhone ケースもね、質問いただくこと多いので詳しく紹介するんですけど、私今こんな感じでカーキのスマホケースにこのロゴっていうか、これがねカスタムできるんですよ。私今これめちゃくちゃ本名で阿部シュウなんて入ってるんですけど、なんかこういったネームとかを入れてあげるとより自分のオリジナル感が出ていいかなと思うので、私はこれを入れました。オレンジがねやっぱポイントになって、ちょっと MA1 っぽい感じの配色にしてみました。で前にも私ね、ショルダーストラップをゲットしたことあるんですけど、新しい新色が出て、最近私今使ってるのがスマホケースに合わせてカーキってやつを使ってるんですけど、こういう感じで長さがね変えられるようになってるんですよ。短くもできたりとか、逆に伸ばすこともできたりとか、
ていうので自由に長さ変えられるので、身長だったり体型だったりとかバランスを見て変えたりもできるので、そこもすごく私は好きなポイントです。このショルダーストラップは専用のやつじゃなくっても何のスマホケースでも付けられるようになっているので、付け替えもできたりするから、その気分によって、そのファッションによってこのスマホケースだけ変えてお出かけするみたいな。ポッケない服の時とかでもかけれるから両手空いたりとかするし、お買い物する時とかもすごく便利なアイテムです。私ケースティファイが好きすぎていろんなケース持ってるんですけど、新しくゲットしたので言うとこれですね。これめっちゃ可愛いですよね。デザインがあべ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 って入ってるんですけどレザー素材でできてて、ブラウンと赤っていう配色がめっちゃ可愛くてお気に入りです。これもストラップもちろん付けられるので、これに変えてインパクトのある感じを出したりとか、ファッションによって変えられるかなと思っておしゃみえ小物として紹介させていただきました。では続きまして3つ目がじゃん、こちらのメガネでございまーすやっぱりメガネもですね、めちゃくちゃおしゃれするアイテムだと思ってて、顔寂しいなっていう時ないですか？余白が多いのか、ちょっとなんか顔は物足りないなっていう時が多くて、そういう時に私は太めのこういった黒縁のメガネが好きなんですけど、こういうのをかけてあげるとなんか顔の余白の面積が減ってちょっと寂しい感が減るんですよね。だから1回かけると結構沼っちゃうし、かけてない時なんか物足りない感がどんどん強くなってくるので、そこだけ注意かなっていうふうに思うんですけど、メガネもねすごく大好きです。その中でもお気に入りの3つがこれで、この黒縁とカラーがついたレンズのものと、これがマーブルっぽい感じのやつなんですけど、今マスクするのでガチガチのサングラスみたいなのつけるとちょっと不審者感が出ちゃうから、こういったちょっと薄めのカラーがついたようなメガネとかも結構つけることが多いかな。こうやって頭の上に乗せてても可愛いので、こういったメガネもすごくおすすめなアイテムです。では続きまして4つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。キーチェーンですね。これもですね、最近私動画で何度か紹介しているので知ってる方も多いかなと思うんですが、最近結構こういったキーチェーンもファッションの一部として使ってる方も多いと思います。もちろんバッグにつけたりとかしてワンポイントにしても可愛いし、私が最近ハマってるのはデニムとか履いた時にこうベルトループがあるじゃないですか。そこにちょんとつけるだけでごちゃごちゃ感が出て、ちょっと昔っぽいというか、こういうのつけるだけでもすごくアクセントになるので、こういったねキーチェーンも今は結構おしゃれな方の中では人気沸騰中のアイテムだと思うので、最近は結構注目していろいろ見たりとかしてますね。続きまして5個目がじゃじゃーん、こちらでございます。もう私はこれがないと生きていけないっていうほど大好きなジュエリー、まあ、アクセサリーですね。つけない日はないんじゃないかっていうぐらい大好きなアイテムです。やっぱりね、こういうキラッとしたアイテムがあるのとないのではコーデの仕上がりがマジで違います。私は最近もずっとゴールドが好きなんですけど、もちろんたまにこういったシルバーのやつもつけたりだとか、ちょっと前から流行ってるんですけどこういうパールのものをつけたりとか、私が好きなアクセサリーのポイント的には結構もうごつめなもの、すごくジャラジャラっとするような感じのインパクトのあるようなアクセサリーが大好きです。ちなみに今日もすごいたくさんついてるんですけど、こういった大きめのフープのピアス、私はフープのピアスがやっぱり好きかな。ここ最近はフープのピアスしかつけないっていうぐらいフープピアスにはお世話になっております。あとはこういうリング、すごいごつめのリングとかもすごく好きで結構つけたりしてて、特にシンプルな洋服が多い方とかはぜひぜひつけてみてほしい。では続きまして6個目がじゃじゃーん、こちらでございます。スカーフなんですけど、ちょっとおまけでネクタイも紹介しようかなと思います。まずスカーフはとにかくいろんな使い道がある、使い方が無限なんじゃないかっていうぐらいいろんな使い方あると思うんですよ。頭にこうやってねなんか巻いたりとか、髪の毛縛ってつけたりとか、首に巻いて使ったりとか、ベルトとして使ってもいいと思うし、大きめなスカーフとかだとトップスとして着たりとかしてる方もいると思うんですけど、本当に使い方がたくさんあると思います。ペイズリー柄のバンダナっぽい感じのスカーフとか、こういうストライプのものとか、あとシンプルで使いやすいかな。で、あとこのネクタイっていうとちょっとカッチリしたイメージがあると思うので、なんかこうシャツにネクタイしてその上からスウェット着たりとか、ゆるっとしたちょっとこなれ感のあるようなセットアップとかあるじゃないですか。なんかそういうのを着て、さっき紹介したこういうねキャップをかぶったりとかしてうまくバランスをとってあげたりとかするスタイルもすごく私は好きです。ネクタイは少し上級者向けではあるかなと思うんですけど、うまく使えばとてもおしゃみえするアイテムだと思うので、こちらも紹介させていただきました。
続きまして7個目がじゃじゃん、こちらのヘアアクセサリーでございます。私もね今これつけてるんですけど、四角っぽいスタイリッシュなものだったり、こういったファーのついたものだったりとか、いろいろあると思うんですけど、簡単に女性らしい印象が出るかなと思うので、こういうのを髪をまとめてつけたりしてもとてもおしゃれに見えます。あとはまあシュシュ、大体私髪の毛縛るとき、ポニーテールとかお団子にするときはこういったシュシュでまとめてます。シュシュもね多分昔にすごく流行ったと思うんですけど、またそれがちょっとリバイバルできて、こういったシュシュを使ってヘアアレンジしたりとかっていうのもおすすめですし、あとはこういうカチューシャとかもおすすめです。私が最近気に入ってるのがこのカチューシャなんですけど、メイクするときに使うようなカチューシャでいいんですけど、こういうのとかもこうやってつけてあげるだけで、前も髪の毛閉まっちゃってるのであれですけど、髪の毛下ろした状態でカチューシャしたりとかっていうスタイルもすごく好きです。私海外セレブさんとかのスナップを見てたりとかするんですけど、こういうラフなカチューシャを普段のコーデのワンポイントとして使ってる方が多くて、それ見てすごい可愛いなと思って、私もね最近これゲットしました。はい、ということで続いてでラストでございます。ラスト8個目がででーん、こちらのベルトでございます。私普段からデニムスタイルがすごく多いので、デニムにはやっぱりねベルトをすると結構印象が変わったりとか、コーデの全体のバランスとかが整ったりするので、私は結構愛用してます。お気に入りこの3つなんですけど、このブラックのねシンプルなベルトだったりとか、最近はこういったバックルが結構ごつめなものが好きで、 Y2K っぽいというかので、こういうのを使ったりしてます。これも一番最近ゲットしたお気に入りのやつなんですけど、ハートのバックルなんです。これめっちゃ可愛いですよね。こういったものをつけてあげることでよりインパクトが出て、私はとても好きなファッションになるのでおすすめです。もちろんデニムだけじゃなくっても、結構大きめの T シャツとかシャツとかにベルトでウエストマークしてあげたりとか、そういう使い方もできると思うので、そういう使い方もおすすめでございます。はい、ということで今回はこんな感じで小物たちを紹介していきました。気になる小物ありましたかね。まだまだ小物って言ったら種類たくさんあると思うんですけど、私が結構使うかなっていうような小物たちを今回は紹介していきました。ぜひ皆さんにね取り入れてみてほしいなって思うものばかりなんですけど、最近の私のブームはやっぱりこのスマホケース、ストラップかな。まあ一番新しくゲットしたものっていうのもあるんですけど、スマホケースも一個の小物アイテムとしておしゃれを楽しめるんだって思ってから、コーデの幅というか広がったような気がしてます。概要欄にもねリンク貼っておこうと思うので、気になった方はぜひチェックしてください。多分みんなスマホケースもこだわりあると思うし、自分のお気に入りのスマホケースとかもこうやってかけてちょっとこう見せびらかしていきましょうみたいな感じで、はい、みんなもこのスマホストラップ使ってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。